ちょっと待って。何？ちょっと待って。何言ってんの？もうあと10秒ぐらいで終わるから。携帯いじってんの？ちげえよ。お前さ、携帯いじってるけど。確かよ。今日そんな。携帯いじってるけどちょっと意味合いが違います。そうだね。はい。動画の方でやってんだもん。そうです。はい。どうもケンちゃんです。はい。まずです。最近なんかポーズ一緒になってきちゃってさ。そうだね。ポーズ新しいになる。うん。で、ケンちゃんです。顔芸なんだ。皆さん、はい、今日はですね、いいよ、TikTok に手を出します。やった。ついに手を出します。言い方ね。何うざい広告？そう。がっていうものなの。YouTube の動画再生すると広告流れるじゃない。TikTok の広告が一時期めちゃくちゃ出てきて、でそれがいちいちうざいっつって YouTube 上で話題になったよね。うざくて話題になったの？そう、うざい。ダメアプリじゃん、じゃあ。ダメアプリじゃない。前の頭がうざくて、それをみんな好きになっちゃったみたいな。そういうことだよ。なるほど。分かっちゃった。若い子アプリ。若い子アプリって言っちゃダメなの？ダメなの？若い子じゃないみたいになる。いや、若いじゃん。若いどころじゃないです。幼いです。それだ。まだまだです。ええ。これおっさんないんだけど。だがお前こんなもんみんなやるから買うと、うい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 マックでスマスケケって言われたじゃんみんな。それはキョウちゃんだけだわ。俺もやんねえよ。ずっとね、カメラ回ってんの。TikTok 見て楽しんでるやつしか映ってないのよ。よいしょ。手も使ってなんか。ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。